4世紀後半から5世紀後半にかけて大阪府の堺市、羽曳野市、藤井寺市に集中して作られた百舌鳥古市古墳群。しかし当時はもちろん土を掘る重機もなければコンピューターもありません。では一体どのように古墳は作られたのか。そこには多くの人々が関係していました。あちらに見えるのが仁徳天皇陵古墳です。5世紀の中頃に作られた日本最大の前方後円墳です。いきなりですがここでクイズです。日本一の大きさを誇る仁徳天皇陵古墳を作るために1日2000人が働いたとして完成までに一体何年かかるでしょうか。正解は15年8ヶ月。延べ680万人が作業に必要だったんです。ちなみに費用は今のお金にして796億円。想像もつかないですよね。古墳作りはとてつもなく大掛かりなものだったんですね。今見ても目を見張る大きさの古墳。このような巨大構造物、当時の人たちはどのように作っていたのでしょう。古墳作りを段階を追って見ていきましょう。まず昔の人たちは古墳を作る場所決めから始めました。次に大きさや形を決めて地面に図を描き、地面を掘って堀を作り、そこから出た土を積み重ねるようにして古墳の形を作りました。そして表面に石を吹き、周りにたくさんの埴輪を並べます。棺に遺体や副葬品を納め、ここで盛大な儀式を行ったのです。このような古墳作りから死者を葬る儀式を行う役割まで、古墳に関する全ての仕事をこなすことでこの時代に発展したある一族がいました。それが羽地氏です。羽地氏は高度な技術を必要とする土木工事や古墳の葬送儀礼を担う集団として歴史上に登場してきます。羽地氏は現在の大阪府藤井寺市を拠点に古墳時代に活躍した豪族です。藤井寺市にある近鉄羽地の里駅の名前にもなっている地名、羽地の里はかつて羽地氏の拠点があったことから名付けられました。ここ道明寺天満宮はかつて羽地氏の氏神羽地社として建てられ、現在もその痕跡が残っています。羽地氏って具体的にどういった存在なんですか。羽地氏って文字がですね、土の師匠の師って書くんですよね、はい、土のプロフェッショナルなんです。ほう。つまり古墳作りの全てを担っていた。特に埴輪作りとかは重要な一つの仕事だったと思われます。埴輪も作ってらっしゃったんですか。そうですね。古墳作りのような土木工事、死者を葬る儀式と並んで、羽地氏の仕事の中でも特に重要な仕事だったのが埴輪作りです。古墳に並べられた埴輪には魔除けの意味や儀式のための装飾品という役割があり、古墳が巨大化するにつれ大量に必要となりました。そのため埴輪の焼き方は時代とともに変化していったのです。古墳時代の最初に行われていたのは野焼きという平たい土地に穴を掘り、木や草を燃やして行った埴輪の焼き方です。この焼き方で作られたものは弾きと呼ばれ、天候に左右され
温度にムラができやすいことから、表面に黒い斑点ができてしまうことなどが特徴です。また焼きにかかる時間も長く、大量生産には向いていませんでした。そこで5世紀の初め頃に朝鮮半島からある技術が伝わりました。斜面を利用した釜で焼く方法です。この焼き方で作られたものを素焼きと呼びます。釜焼きは高温で焼けるため、硬く綺麗な状態で仕上がる上、埴輪を大量生産することができました。私たちが普段使っているお茶碗など、現在の陶器の元祖になっていると言われています。ここ道明寺一帯の恥の里遺跡からは、恥氏が使用していた釜の跡が見つかっています。古墳には埴輪がたくさん並べられていたんですよね、はい、日本最大の仁徳天皇陵古墳にはどれくらいの埴輪が並べられていたんですか？そうですね、3万本以上は使われていたというふうに考えられています。3万本、はい、そんなにですか？そうなんですよ、大きい古墳ですからね。それぞれの平坦なところにずっと並べていくと、やっぱりそれ以上にもなりますね。いや、そりゃもう昔の人は効率よく作りたいって思いますよね。そうですよ ね恥の里遺跡を拠点に数多くの古墳作りに携わっていった恥氏。しかし恥氏の名前が残っているのは古市古墳群に限りません。モズ古墳群などにも恥の地名が残っています。恥氏は後にいくつかの氏族に分かれていきます。その一つが菅原氏と名乗ります。菅原氏といえば学問の神様として親しまれている菅原道真が有名ですよね。実はその道真も恥氏の末裔なんです。菅原道真ゆかりの道明寺天満宮に恥社がある意味、分かったのではないでしょうか。そして最後に、恥氏がどのように古墳作りを行っていたのか、それが分かる重要なものが古市古墳群から見つかっています。それが大きなソリのようなもの。まさにソリなんですよ。ソリなんですか？はい、修羅って呼んでいまして、はい、昔の大きな石とかですね、重量物を運んだ道具ですね。へえ、そうなんや。修羅、古墳時代に重い石などを運んだ荷台のようなものだったと言われています。道明寺天満宮には修羅を復元したものが置かれています。修羅の存在が明らかとなったのは1978年の発掘調査で、藤井寺氏の三塚古墳から出土して以降、大小2つの修羅が出土し、大きいものは全長 8.8 メートルととても巨大な出土品として当時話題になりました。人と比べるとその巨大さがよくわかります。出土した修羅は保存処理が施され、大きいものは大阪府立地下津飛鳥博物館、小さいものは藤井寺市立図書館で大切に展示されています。これだけの大きな修羅が初めて見つかったので、実は当時使い方がわからなかったんですね、はい、でいろいろ試しに使ってみようということで実験をして、まさにこういうふうにトレーラーとして使われていたんではないかっていうふうに思われるようになりましたね。出土した修羅を参考に作られたこのレプリカで、どのように使われていたかを実験したといいます。1978年に行われた実験では、さまざまな修羅の引き方が試され、このようにして使われていたのではというある一つの答えにたどり着きました。ここにこう穴開いてるでしょ、はい、ここに実は大きな縄を通してですね、多くの人間でこう引っ張るんですね。たくさんの人ですか？はい、たくさんの人間で引っ張るんですよ、はい、ただ
そのまま引っ張ってもね、やっぱりこれだけ重たいものを動かすんで動かないんですよね、うん、だから下にこういう丸太を引く。確かに丸太敷いてますね、はい、でもコロコロ転がるわけじゃなくて、実は滑らすように動かすんですよ。滑らしていってたんですね、はい、滑らしてみんなで引っ張って。なるほど、はい、本当にソリみたいな感じでスー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 滑っていく感じなんですね。そうですね。修羅が出土してから藤井寺市では市民祭りで修羅引き大会が行われたり、建物の名前にも修羅という名前が使われるなど、市民にとっても大切なものになりました。いや、1500年前のことってやっぱりちょっとわからないことばかりですけど、でも昔の人がどうやって古墳を作ったのかっていうのは少しだけですけど分かった気がします。そうですか、ありがとうございます、はい、はるか遠い昔に作られた古墳、作っていた人や道具のことを知るとよりリアルに感じることができるのではないでしょうか。支えて暮らしてく